なんだか無性にそばが食べたいな。そばに恋してぶらぶらと。白山麓は山あいの集落に一軒の古民家、ここが鳥越そば相滝です。歴史を感じさせる柱や梁、いいですね。ゆっくりできそう。おやおや、こちらには懐かしいものが。ユニークなこだわり店主がいそうですね。集中してそばを打っているのがその人。16年前に脱サラしてこの道に入りました。もともとおそばが好きで全国いろんなところ回りまして、で、うちの実家鳥越ではのおそばが名産だなと思って、ぜひここでねやりたいと思って実家を使ってそば屋を始めました。新そばの季節、今は収穫時期が早い北海道産。まもなく地元鳥越産のそば粉を使います。鳥越のおそばは、ね、非常に気候が、この辺り寒暖の差が激しくて、水も冷たい、いいお水なんで、おそばも非常に、ね、味の濃いものできますので、細く切るのも相滝のそばの特徴、腕の見せ所です。お蕎麦打ってる時からそうなんですが、無心で美味しいお蕎麦になるように思いながら作っております。お蕎麦っていうのは生き物なんで、その日の天候であるとか湿度、季節によって大きく変わってきますんで、それはやっぱり職人が肌で感じて、お蕎麦に加えるお水の量なんかも変えたりして調整してます。上品な細打ちながらコシと香りが際立って、食べ応えもしっかり。こちらは白山麓の恵みたっぷりの御膳、なめこたっぷりのぶっかけそばに、これまた名物、白山の片豆腐。そしてそばに負けないくらい人気なのが、プリン、美味しくて、そば茶プリン。香ばしくて濃いそば茶の風味とプルンとした食感がもうやみつき。ここに来てちょっとね、癒されるっていうかね、ゆったりしてもらえたらね、それがいいんじゃないかと思っております。鳥越そば相滝、懐かしい昭和にタイムスリップしてすするそばは、お腹も心も満たしてくれます。